優しい。待って、なんかいる。ごめん、かぶってる。あれは何？なんだろう、あれ。追いかけてみよう。今の何だったんだろう。ちょこちょこ出てる。あ、いるいるいる。これこれこれ。この子誰？君は誰ね？踊ってる。かわいい。ぴょんぴょん跳ねてる。君は誰？大きいな、近くに行くと。鬼？不思議な子がお面越しにあえのんの顔を見つめてる。お祭り楽しい？あ、楽しそう。聞いて、あえのん。すぐったら全然ダメ。鬼退治の才能ゼロ。逃げちゃった。誰あれ？誰だろうね。私追いかけてみる。ごめんね、急にびっくりしちゃったよね。君は誰？あやの、ねえ、勝手に行かないでよ。さっきの子も多い。びっくりしちゃってる。あ、お面が。ポケモン？めちゃでかいよ、お面が。戻ってきなよ、夜の山は危ないから。夜だからあまり見れないんだ。どっか行っちゃった。あやのは緑の面を拾った。緑の面、鬼の顔を模した緑のお面。表祭りで出会った子が階段で落としたものを拾った。何あれ？どこの子よ？ポケモン？そんなこと。え？じゃあ、さっきの山に入ってったのって、もしかして鬼？歴史の看板に出てくる。え？あれってマジ話だったの？お面落としていったし、そういうことだよね。あやの姉ちゃん、こんなとこで何してんだ？鬼がいたよ。ちょ、わー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 。な、なに？姉ちゃんうるさい。なんでもない、なんでもないから。どうせさ、俺の悪口さ言ってたんべ。お祭りさ戻ってるよ。なんとかごまかせたか。あんたビビる、急にぶっ込むんだもん。すぐって鬼のこと本当にすっごくすっごく好きなの。だから私たちだけ鬼に会ってったって知ったら、あの子嫌な気持ちになるかもって考えすぎ？優しい。今から鬼追っかけて山入られても困るしね。確かに。とりあえず隠しちゃったものは仕方ない。さっきのは私たちだけの秘密。さっき拾ったお面もしばらくすぐに見せないでね。優しいお姉ちゃんや。すぐに声をかけて帰ろう。帰るんだ。気になるけどね、上の方も。あ、モンスターボールがある。やっぱりこういうとこにはモンスターボールがあるけれど。え、登れない。あ、コライド、コライドに今ライドできない。あ、でもこれ階段があったから階段登って後ろに回ればいいのか。回れる？あ、いけるいけるいける。こっから後ろに回ればモンスターボールが手に入る。しかも、そしてその奥にもある。あは、表祭りを見て回ろうって言われてた。表祭りの中だよ、まだ。よし、じゃあすぐに電話じゃない。すぐに話しかけて、帰るか。気になるしね。え、でも、えの、結局お面もらえなかった。お面欲しい。すぐくんはどこにいるんだろう。ぽよよーんって言ってる。いや、でも何日か続くって言ってたし、お面もいつか手に入るよね。
お待たせ、すぐくん。お祭りさ、十分楽しんだ？楽しんだ。まあ、帰ろうか。公民館まで送る。ありがとう。おはよう。よく眠れた？あやの、待ったわよ。待ち合わせしてないけど。待ち合わせしてないのに待っててくれたの？ありがとう。ちょっとあんたに用があって。昨日のあれ、誰にも言ってないでしょうね。言ってないよ。大丈夫。本当でしょうね。あんた嘘ついてたら。ドグアス丸飲みだかんね。ドグアス丸飲みやばくない？口に入らんてそもそも。大丈夫。口は硬いです。階段で拾ったやつ、持ってるでしょ？うちのじいちゃん、村の歴史詳しいから、昨日のこといろいろ相談しようよ。え、いろいろ教えてくれるんだね。うちの場所わかるでしょ？早く来てよね。じいちゃんにあれ見せてあげて。おじいちゃんいろいろ詳しいんや。あやのんだ、おはよう。ち、起きてきちゃった。看板最後の一個行く？すぐあんたどっか行ってな。あやのんは私に用があんの。そんなに怒らなくてもいいじゃん。かわいそうに。何それずるい姉ちゃんばっかり。バカ。なんだって？踏んだ。ああ。かわいそうに。何あれすぐのくせに反抗的ね。ほらゼイユ、すぐりに優しくしなさい。別に優しいでしょ？手出してないもん。そんなことよりあやのん。あれじいちゃんに、あれを見せるのよ。緑の面。おじいちゃん、これ、わかりますか？これはまさか。鬼様のお面。これをどこで？あたしたち会っちゃったの、鬼に。昨日、表祭りで。優しく声をかけたんだけど、そのお面落としちゃって、ねえ。まさか、今も鬼様が祭りに来てくださっていたとは。何？どういうこと？え？そんな話あったっけ？鬼って村を襲う悪いやつでしょ？何か事情がありそう。ゼイユにも伝える時が来たようだな。本当の歴史は逆なんだ。逆？どういうこと？鬼様、いや、オーガポン様に会いなさったアヤノンさんにも聞いてもらおう。我が家で代々語り継がれてきた本当の歴史を。本当の歴史？なんで言い伝えと逆になってるの？詳しく教えてください。少し長い話になるが、よろしいかな？はい、もちろん大丈夫です。教えてください。わしも父から教わった、一族だけで口伝えてきた話だ。他の村の者に教えてはならない真実の話。決して、口外してはいけないよ。わかりました。大丈夫です。遥か昔、北上の里に、異国の地より、男と鬼が迷い込んできた。村の人々は、自分たちとは違う彼らの姿を恐れ、男と鬼を自分たちの村に近づけさせないようにしたそうだ。男と鬼は村人たちに歓迎されず悲しんだが、お互いがいればお幸せだったので、裏山の洞窟でつつましく暮らし始めた。ただ一人彼を不憫に思った村のお面職人は、男と鬼のためにいくつもお面を作ってあげた。男が異国より持ち込んだ宝石をあしらった光り輝く見事なお面。お面をかぶれば素顔を隠し、村人と仲良くできる。男と鬼はお面職人の優しさに大層喜び感謝したそうだ。それからお面をかぶった男と鬼は村のお祭りにこっそり来るようになった。不思議な二人組のお面の見事さはたちまち評判になり、
その噂はあっという間に遠くの国々まで知れ渡った。世にも珍しい輝くお面の噂を聞きつけたのであろうか。数匹の欲深いポケモンが北上の里にやってきた。ポケモンたちは男と鬼の住処へ忍び込み、大事にしまわれていたお面を奪い取ろうとした。偶然居合わせた男が何とか一つだけお面を守り切ったが、力を及ばず、残り三つのお面はポケモンたちに奪われてしまいました。数刻後、鬼が洞窟へ戻ると、そこには争った跡と緑のお面だけがあった。鬼は男を探すためだろうか、緑のお面をかぶって村に降りた。そして輝くお面を掲げて喜んでるポケモンたちをやっつけた。事情を知らない村人たちは何が起こったのかわからず、ただただ怒り狂う鬼を見て、その姿をとても恐れた。村人たちは3匹のポケモンたちが鬼から村を守ってくれたと考え、親しみを込めて彼らをトモコと呼び、丁寧に埋葬した。傷つき悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へと帰っていった。何それ、オーガポンかわいそう、トモコ最悪、伝わってる話の逆じゃん、出るとこ出てやるわ、ほら待ちなさい、公言したらダメって言うとろうに。立って、村の者は自分たちの歴史を信じておる、トモコ様を大事に思っているのに突然それを噂呼ばわりしたらムカつく。そうだ、当時わしらの先祖様、お面職人も必死に事実を訴えたが、相手にされず異端者と迫害されたそうじゃ。そうやったんや。いよいよとさかに来るわね。だからご先祖様は子孫を我らを守るために口をつぐみ、秘密裏に真実を伝えていくことにしたのだ。なるほどね。もしかしてこの話すぐは知ってるの？いや、すぐりにはまだ教えていないが、どうしてだい？いや、あいつ鬼好き、異常だし、たまにあいつオガポンのこと知った風な顔で、マウント取ってくるからさ。よくわからんが、あの子は繊細の子だから、何かを察して言ってもおかしくはない。すぐりにもいずれわしから叱るべき時にきちんと話す。今の話はくれぐれも誰にも言ってはいけないよ。はい、わかりました。でもめちゃめちゃすごい深いお話だった。もっと言えなくなっちゃった。さっきのお面だが、額の宝石部分が少し欠けていたようだ。もしかしたら直せるかもしれん。しばらくわしに預けてもらえんか？階段から落ちた時に欠けちゃったのかな？せっかくだから綺麗にしてオガポンに返してあげようよ。そうしよう。お願いします。大切に扱うからね。お願いする。あ、話聞いてたんだ。そういうことだったんだっていう、なんかすごい悲しいな、なんか心が痛い。もう一回オーガポンに会いたいけど、お面治るまでひとまず待ちね。すぐに怪しまれないように今日はおとなしくオリエテーリングしとこうか。すぐは村のどっかで暇でも潰してるんじゃない？そうなのかな。いやでも今さ聞いてたじゃん、絶対にすぐり。だってここでさ、こうやって聞いてるってことはさ、絶対話はさ耳に聞こえてきてるわけだからさ、悲しいよちょっと。すぐ大丈夫かな、すぐりの心の内が心配です。私繊細な子だって言ってたし、わかるよ、なんかさ、自分だけさ、知らなくてさ、みたいな、絶対嫌だもん。
心が痛くなってくる。あ、いたいた。すごい、商店めっちゃいいじゃん。これ見てみて。お菓子、駄菓子が売ってる。駄菓子なのかな？駄菓子とか、この牛乳とかめっちゃ味が出てていいよね。ガチャガチャもあるし、ほら。めっちゃ可愛い。そういう場合じゃない。すぐー、大丈夫？元気？あ、あやの。あのさ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの？いろいろ話してたよ。そうなんだ。いやー、切ない。ちょっと心が痛い。看板最後のちょっと遠くって、鬼ヶ山を越えた、楽土の荒れ地にあんだ。山から北西に降りる。なば行こうか。いやー、すぐくんの心が痛い。ちょっと私、教えてくれないんだって思ってるよね。友達なのにって。なんで？嘘つき。うわー、心が。心が痛い。やばい。でも私、心が痛いです。とても。ダメだよ。なんか、こういうの話をね、こう聞いて、で、くー、待って、これ、田んぼの中入っちゃって、大丈夫なのかな？すいません。田んぼ失礼いたします。田んぼの中、皆さん歩いたことありますか？私、田植えを一回だけ経験したことが、実はありまして、こんなにね、さっさと歩けないよね。ズボって、ハマっちゃって、全然歩けなかった記憶がある。ポチエナとかいる。ちょっとポケモン捕まえながら行こうかな。ほら、アブリーとかもいるし。多分この辺ポチエナ捕まえてないよね。あれ捕まえたっけ？ポチエナよろしく。多分捕まえてなかったような気がする。あ、捕まえてないよね。よしよし。あ、待って、モンスターボール買ってこればよかった。いけ、モンスターボール！はい。ほい、1、2、3。よし、オッケー！ポチエナゲットー。ポチエナ、噛みつきポケモン、大きな牙を向いて盛んに吠え立てて、相手を威嚇するのは臆病の性格の現れ。よし。ポチエナゲットできたのはいいけど、まだ、モンスターボールが足りないから、モンスターボールを買いたい。でもお金がね、あんまりね、実はね、足りないんだよね。みんなお金ってどうするんだろう？全然足りなくない？え、私だけなのかな？今10,308円。私、モンスターボールしか基本的に買わない人なんですけど、圧倒的ね、30個とか買ってもさ、すぐもう、お金なくなっちゃうんでね。どっちかっていうと、リーグペイとかで買ってるのかな？私、リーグペイ全然使わずに、いるけど。決勝とか触ったら、リーグペイ溜まるもんね。みんなはどっちで買っているのかよかったら、コメントで教えてください。糸丸！かわいい糸丸。不意をついた。よしよし。糸丸ちゃんを捕まえたい。いけ、モンスターボール！おいしょ！1、2、3。よし、オッケー！モンスターボール投げるときいつも A ボタン長押ししちゃう。これもう昔からずっと。捕まえるときにいつも A ボタン長押ししちゃうんだけど。私と同じ人いないかな？糸丸、糸吐きポケモン、糸を張り巡らして作った巣に獲物が引っかかっても暗くなるまでじっと待っている。北上図鑑の1が糸丸なのかな？ってことは向こうにいないの？この辺に。私が今捕まえてるポケモンたちっていうのは。パルデア地方にはいないのかな？クルミル。かわいい。ちょっとこの辺の捕まえてないポケモン捕まえたい。一番最初来た時さ、他の生徒がちょっとね、車酔いをしちゃってたから、急いでね、ここ通り過ぎてきちゃったから。ちょっとこの辺のポケモンを捕まえつつ、先に進んでいきたいと思います。1,2,3。よし、オッケー！クルミルもゲットー。いっぱいゲットしていこう。ポケモン図鑑もね、埋めていきたいからね。よしよし、ポケモン図鑑が更新されまして。クルミル、裁縫ポケモン。母子守に着せられた葉っぱの服を、お手本に匂う見ままでね、木の葉をかじり服を作る。服を作るんだ。そうなんだ。裁縫ポケモンだって。かわいい！今の写真めっちゃかわいかった。眠ってるような、そんな感じだった。あ、すごい！水目もいける！ヘイガニいるし。ウパー！君は絶対捕まえます！ウパー！ちょ、ボライド乗れないね。はいはいはい。ウパーは、貯水タイプのやつがいいな。貯水のウパー。
ソスユーパーちゃんいたら絶対ね入れたい手持ちに。わかんないんだよな、でも貯水かどうか。モンスターボリケ、あ、でもあれか、ラムネで行けばよかったかもしれん。よし、でも捕まえた。このパーちゃんの強さを見つつ、もし貯水じゃなかったらもう一匹捕まえよう。パーちゃんは絶対ね手持ちに加える。ずっと手持ちに加えてるんだよね私。ウッパー、水をポケモン。全身透明な粘膜で覆われており、素手で触るとピリピリ痺れてくる。そうなんだ。電気タイプみたい。ウパーちゃん。強さを見たい。あ、手持ちの強さじゃない。ウパーの強さを見たい。ウパー、テラスタルタイプは地面。ウパー、来たー！貯水！貯水ですよ。持ってるじゃん。手持ちに加えておきましょう。ウパーゲット！かわいい！やっぱ、貯水持ちのね、ウパーね、個人的にすごい大好き。なので、ゲットできてよかった。ちょっと待って、コライドン多分ね、まだね、乗れないんだよね、水の中。ヘイガネ！ヘイガニ！やばい、先に進めない、これでは。ヘイガニ行きましょう、ヘイガニ。えい！来い！ 1、2。あ、ダメだった。いけ！1、2、3。よし、オッケー、ヘイガニも捕まえました。ヘイガニありがとう。ヘイガニ、ゴロつきポケモン。外国からやってきた汚れた顔でもどんどん増えていく強い生命力の持ち主。最近でもさ、ザリガニあまり見ないんだよね。昔は田んぼとかによくザリガニとかいたんだけど、まあ、最近田んぼ道を歩いてないからかもしれないけどね。昔はよく行ったなって印象。あー、さすがにあっち側まで行けないな。クルミで大丈夫？ねえ、クルミでそれさ、溺れてない？大丈夫？これクルミで、あ、よかったよかった。私が近づいたことにより水面に上がれてよかった。絶対溺れてたよね今ね。絶対クルミで、だって水の中もうポケモンじゃないから危ないよ。よかったよかった、助けられた。助けられたのかどうかはわからないけど。よそのものって書いてある。やだやだ。あ、いたいた、ニョロモニョロモ。へい、ニョロモかわいいな。ニョロトノにしたい。ニョロトノに言えなかった今。ニョロトノにニョロトノにしたい。いけ、モンスターボール。はい、1、2、3。よし、オッケー、順調に捕まえています、ニョロモ。ゲットー。おたまポケモン。お腹の渦巻きは皮膚が透けて見えた内臓の一部。え、そうなの？餌を食べた後くっきり見える。内臓の一部、透けてんの？しかもそこ。そうなんや。内臓の一部が見えてたんだね。かわいい渦巻きやなと思ってたのに。そうなんだ。初めて知った。ポケモン長年やってるけど内臓の一部が見えてたなんて初めて知った。そうなんだ。え、次どこに行くって言ってたっけ。どこに行くんだろう。あ、あったあった、これだ。めっちゃ遠くない？ここね、ラクドの荒れ地。ここに行けばいいんだ、目的地ね。どうやって行くのこれ。どこから行くんだろう。とりあえずでも水力タウンから左側に行く感じか。あ、ここだね。多分分かれ道あったから、トモコプラザのところに。じゃあ一回水力タワーに戻ろう。